遅れているぞ、ルーシャス。はい。お願いします、テオドール殿下。君さ、僕の使い方を間違ってない？騎士候補生の訓練に男として混ざりたいだって？その発想もどうかと思うけど、なんで僕が手を貸さなきゃならないの？先日お手紙をくださったではないですか。お力を貸していただけると。書いたよ、書いたけど、そもそも潜り込む必要あるの？指導役の騎士をつけてもらえばいいじゃない。それだと気を使われるでしょうし、容赦なく鍛えていただきたいので。信じられない、好き好んで自分をいじめようだなんて。僕には無理。ん？待てよ。殿下？いいよ、麗しの姉上に協力しよう。君の願いを叶えるべく精一杯尽力する。どうしてまた急に？だって面白そうじゃないか。さすがの兄上も予想できないと思うんだよね。自分の奥さんが男装して騎士団に潜り込むなんて。兄上をびっくりさせられるこんな機会に乗らない手はない。別にアルナルト殿下を驚かせようとしてやるわけじゃないですからね。僕はね、兄上のどんな表情でも見てみたいんだよね。今日はここまで、解散。ありがとうございました。これがガルクハインの基礎訓練。大丈夫か、ルーシャス。フリッツ、ありがとう。少し休めば大丈夫。俺も付き合うよ。どうせ宿に帰っても一人だし。宿？俺、シューテナから来てるんだ。知ってるか？北の港町なんだけど。確か、コヨルの船が着く町だよね。ああ、いい町だよ。あの人に憧れなかったら、騎士は目指さず、一生あの町で暮らしてただろうな。あの人？アルノルト王子だよ。戦争の英雄、剣術の達人、かっこいいよな。ああ。俺もアルノルト王子みたいな立派な騎士になりたいんだ。そこの君、皇族の方をそのように呼んではならない。くれぐれも皇太子殿下とお呼びするように。あ、はい。別れはいい、顔を上げなさい。あなたはローバイン伯爵。ローバイン閣下、北方の守護者でガルクハイン皇家の中心。けれど3年後、皇帝となったアルノルト殿下に滞在人として斬殺される。もしかして断層が気づかれて。君は鶏肉は好きか？え？あ、はい、好きです。そうか、ならばもっと食べなさい。君は見たところ標準的な男性より筋肉量が少ないようだ。はい。明日より私も君たちの指導に加わる。よろしく頼む。閣下、まもなく皇帝陛下との謁見の時間です。ああ、すぐに向かう。では、失礼。ありがとうございました。ありがとうございました。